が成長した時期っていじめ自殺がすごい問題になった時期なんですよね。だから死のことを考えるから死ぬんだっていうのが社会的な認識の時期があって、死のことを考えちゃいけないし来世も考えちゃいけない。でそれ学校教育なんですか？学校教育です。というかもうむしろ死んだらおしまいだよっていうのを吸い込むんですよ。へえ、それゆとり教育のある、ゆとりの直前です。で僕の行ってた中学校の時か、中学校の隣の中学校でいじめ自殺があって、でもうそれを徹底的に叩き込まれてて、これの髄まで死のことを考えちゃいけないっていうのが、現世だけ見なさい、死んだらおしまいだよっていうのを13くらいかなの時に刷り込まれ、13、14、15でずっとそれをやってると、ずっとやっぱそれが常識になっちゃうんですよね。おしまいだから自殺するんだよね。そう、楽になれると思って。基本的にだけど、だから来世って僕は本当にあれですね、イスラム勉強し始めるようになって意識しだした感じですね。多分今の小学校とかもそういうの強いんじゃないのかな。実は小学生があそこにいます。死んだらおしまいだよじゃない、まだ死ぬこととか生きることの話って先生から聞かれたりする、教えてもらったりする、まだしてない、ね、だって命の授業ってやつで死んだらおしまいだよって言われました。言われました、ひたすら。まだ3年生と2年生でまだみたいです。あ中学生くらいないですよね、今ね。ちょっと聞きたいですね。はい、私の場合はそうですね、来世のことはあまり深く考えていませんでしたね。このむしろ自分はなんか不滅だみたいな感じで、もう好きなやりたい放題をやってたんで、けどやりたい放題やってたことによって、すごい自分の体に害はないと思って、何回か死にかけたことがあったんですね。でそれでやっぱり僕も死ぬことあるんだみたいなっていうようなことを気づけさせられて、でその当時にちょうどイスラムのことすごい興味持ち始めたことだったんで、いいタイミングだったんですね。その来世のこともすごく深く考え始めましたし、で、先ほど言われましたけど、そう、外れがないんですよね。たとえ来世がなかったとしても、イスラムのイスラム的なその生活をすることによって、この人生すごい幸せいっぱいになれるんで、たとえ来世がなくても外れはないのかなと私は思ってます。先ほどその入信後の気持ちの変化ということで、その中で一番意識が最も高い、意識の頂点にあったのが来世というふうに申し上げましたが、言葉を変えれば、ちょっと初めその入信した頃はその来世についてよくわからなかったというか、ちょっとイメージがつきにくかったっていうのが正直なところなんですが、それはなぜかというと、その現世でその来世が目に見えるものではありませんし、科学的になんかこう根拠があるというものではないので、とにかくよく分からなかったというのが正直な気持ちなんですが、ただイスラムの勉強を基本的な部分からしていく過程で、先ほど申しましたように最後の審判日を迎えるにあたって、自分は現世で良い行いをして来世に行きたいというふうに心から信じられるようになりましたので、現世でこの世の中のために良い行いをたくさんしていきたいと、でその良い行いをすることが、自分の現世における生きがいに、希望も含めて、そういう生きがいにしたいというふうに考えています。ですので、ありがとうございます。